おー、綺麗な音ですね。はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は何やら難しそうな画面が表示されています。DAW ではありません。ソニックパイというプログラムで音楽を作るというソフトなんです。最近、知り合いの方からこれを使った一つの試みを見せていただきました。 そして右にあるのが先日から薬器になっています ChatGPT という人工知能のソフトですソフトといってもウェブアプリということになりますでももうどんどん皆さんのところにも情報はいっぱい入ってきてると思いますそこで左の画面のようにコードをこのように書きましたら音楽が奏でれるというような とっても素晴らしいシステムなんですけれどももちろんこのプログラムの書き方も全く分からなかったので以前はプログラムの仕事をしていたんですけれども随分もう時間も経ちましてほとんどスクリプトもしくはプログラムを書くことがなくなってしまいましたですからこういう素晴らしいソフトがあってもですね こんな難しいことをしてるより DAW で音楽を作ってる方が楽しいんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども ChatGPT でプログラムを自動で作れるという話を聞きましてそして今日は皆さんにもお知らせしてるということになりますですから今日がデビューですなかなかうまくはいきませんそして今はちょうど子供がおもちゃでですね パパフパフーとやってるぐらいの状況なんですでもですね可能性というのはものすごく感じましたのでお話をしたいと思います右側の画面を見てくださいその前にいろいろあるんですけれどもちょっとあまり良くなかったので一応ここからスタートに再度しようと思いましてプロンプトをそれではジャンルを変えます。EDM らしいサンプル曲を作って とこういういに投げかけましたそうしましたらはいソニックパイで EDM のサンプル曲を作ることができます EDM は高速でパラフルなリズムとエレクトリックなサウンドを使ったら作れますよ以下が例になりますということでこの例を挙げてくれました何もわからない僕ですから貼り付けるしかありませんこうやって最初から最後までですね 先頭には BPM が書かれてますね140となってますですからこれを160にしたいということであればここを書き換えればいいだけとかこう作ってくれたら一番上はドラムヘビーキックとかそしてドラムスネアハードとか書いてくれてあるのであこれが音源だなということが分かりますそうやってちょっとずつ勉強していったらいいと思うんですがこれをまずはコピーします そうしまして、左のこのウィンドウですね。これを今のコピーしたものに貼り付けます。えー、僕もどのようになるかわからないんですが、ここで左上の角のランというのがありますので、これをすると音楽が鳴ります。 はい、このようになりましたこれがいいかどうかは全く別の話です今は未来の可能性そしてプログラムが自動で作られるこの2点を皆さんには考えてほしいと思っています 先日からも歌詞が作れるとか、そしてコード進行が作れるというようなお話の動画をアップロードさせていただいたんですけれども、僕が作ったコード進行が C、Am、F とかですね、そんな簡単なものができました。サンプルとしてそういうふうにしてます。チャット GPT にも 簡単なコード進行のサンプルを出してくださいとこう言ってるだけですのでもちろんチャットの方では基本的なコード進行を提案してくれますでも僕は皆さんに見せていないところでいろんな実験をしています例えば転調ができませんかとかですね最後のコードを次のセクションに自然につながるようなコードに変えれませんかとかですね そういうようなことをチャットで話していくとどん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 良くしてくれますそしてもう少しコード進行のチェンジを早くしてほしいとかそういうこともどんどんできるので AI というのは今まであった自動作曲のソフトは全く違うわけですこちらが投げかけたものに自動でいろんなことを教えてくれるそれがいいか悪いかではなくって AI と対話して ですから、これはチャット GPT という名前になっているわけで、ちょうどバンドの友達とですね、ああでもない、こうでもないってやってるようにですね、そこのコード進行ちょっと変えてみようかとか言えば、その新しい提案をしてくれるということなんですね。ですから、自動で AI に求めるものではなくって、AI と共同制作する。こちらのプロンプトの入れ方によって、 AI はそれを答えてくれてやはり結果が良くない時もあるわけですけれどもでもそこをじゃあもう少し直してとか次のパターンはということができるわけですそして次の話に行きますがまあこれもあんまり良くないですから次は僕はこんな風に言いましたコードのセクションのサウンドをシンセパッドに変えてみて というふうふに命令を与えましたそうしましたらこのようになりましたコードを弾いてくれる音が変わってくれたわけですねはいこれをコピーしますそしてこちらを全体的に書き換えますそうするとまた違う結果になるわけです はいこうしましまたでもドラムがあまり面白くないと思ったので次はこんなふうに相談しました「ドラムビートのパターンは他にいいのはないんですか?」というふうにしたら、えー「また以下のようなパターンもありますので試してみてください」と言いましたそうしましたらドラムのパターンだけを3つこのように出してくれましたが僕はもう結果を知っています。 ちょっと前に準備させていただきましたので、これをコピーします。第1個目の提案です。それをドラムのところに置き換えます。今は表紙となってますが、このように、はい、これはまあ注釈ですね。注釈を書いてくれてあるので、これは何でもいいわけです。ここに貼り付けをします。そうしましたら、これが置き換わりました。ちょっと聞いてみてください。 はい、できたのはいいんですけれども今度はですねちょっとリズムがずれたって感じなんですねで次のを聞いてみてくださいこのパターン6はもう少しましなんですはい今乗せ替えましたよく聞いてみてください はい。リズムが一つですね。カチッっていう音が入ったために、ズレがあまり気にならなくなったんですね。これをどん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 繰り返していくと、さらに良くなってくるわけですね。例えばこういう風にしましょう。ドラムをもっと激しくしてください。礼は二つ。 そうするとはいこちらが激しいドラムのサンプルです。ということでちゃんと僕が2つと言いましたから2つというのを守って提案してくれると思います。先ほどは6番まで言ってましたので今度は78と 先ほどの話も踏まえた答えをこのように出してくれるわけです。素晴らしいと思いませんかそして可能性がありますし、チャット GPT がさらに進化したらもっといろんなものができてくると思います。本当に激しくなっているか、これでやってみましょう。コピーをしまして、貼り付け直します。今度は激しくなるでしょうか はい、激しくなりましたね何度も言うようですがいいかどうかは別の話ですこのパターンも聞いてみましょうはいどんどん激しくなりました もちろん音楽的には全然いいとは感じません。でも可能性がものすごく広がった感じがします。こんな難しいプログラムを何の勉強もしないで今すぐ書けるということ自身がチャット GPT の素晴らしさでもありますし、これがもっと学習して、そして僕自身の聞き方をもう少し変えるというかソニックパイで どんなことができるかすらまだ全くわからないわけですからもう少し楽器が変えれるものなのかアルペジオができるものなのかそういうのもこうやって例えばアルペジオっていうのがありますよねもう一つ例えばアルペジオをしてくださいはいここで OK としてそしてアルペジオのパターンも違うのを提案 知ってくださいとこういう風にします。こちらが新しいアルペジオのパターンです。僕が数を言わなくても今二つ目作っていますね。はい、二つの新しい提案をしてくれました。このアルペジオのところを入れ替えてみましょう。 もう一度アルペジオがどんな感じだったかこれをあえてもう全部消してアルペジオだけにしましょうここで聴いてみましょうはい今はこういうアルペジオです今度はこれを試してみましょう はい行きます。おお綺麗な音ですね。はい次はこれ。 どうですすか夢が広が広りますよね。是非とも皆さんもこういうことにチャレンジをして音楽の要素に付け加える何ももうこれを今やってる楽曲にもちろんこれはミディで排出したりもできますからやってみるというのもいいと思いますしこのアルペジオの楽器をですね変えてみたりとか。 いいろんな挑戦ができると思います。これからの AI とそして音楽どんな結びつきになっていくか分かりませんが僕はいろんなチャレンジをしてみたいと思っています。村長スタジオでした。